したらいいですか？何もする必要はない。そうだ、一つ聞きたいことがあった。はい。丸眼鏡をかけた初老の男を知っているか？初老の男性ですか？ついでにヒゲも生えている。わかりません、知りません。そうか、ならいい。はい。あの、なんだ？ありがとうございます。礼は解決してから形のあるものでもらう。はい、失礼します。はあ、いつの間にか3時間も過ぎてしまった。三更に真由美か。まだ何か隠しているな。だがいい、ネクサスが関わっているだけでやる価値はありそうだ。あやめ。すみません、ちょっと通してください。割とよく見かけるな。ここの店に勤めてる娘かな。よー、まみちゃん、飲み屋以来だ、久しぶり。ちょ、な、ごめんな、こんな人気のないとこで待たせて。でも、新しいプレイを考え出してさ。何のつもり？ガードマンが見てるぜ、合わせな。すっげえ服を買ってあるんだ。背中がもろ見え、体のラインなんて怪しさ爆発だぜ。どうだいマミ、星空の下で開放的に。どう合わせればいいというのよ。意外にすれてないんだなお前。あまりのバカバカしい展開についていけないだけよ。ささこっちこっち。ここなら大丈夫かな。往来だし、やばいことにはなるまい。やってくれるわね。君があまりに無謀だったからさ、あそこに忍び込もうとしていただろう。あなた何者？人間。
ただの人間じゃなさそうね。運の悪さは非凡でね。阿行相馬だ、君は。言わないとマミタンって呼ぶぜ。伏せ姫よ。伏せ姫か、変わった名前だ。どういうつもりよ。いや、君にはボンキュッボーンのナイスな服が似合うような気がしてね。何の話？いや、だからさ、さっきの話。真面目にお願い。低俗で下劣な話題には免疫があまりないの。えらい言われようだな。で、どういうおつもり？君だって橋の上から下ばかり覗いてる暗い若者がいたら声くらいかけるだろう。私が、あの場でどうやって自殺をするの？あの屋敷に忍び込むつもりだったのだろう。自殺と同じさ、やめておけ。あなたは何なの？なぜ私にそんなことを言うの？あの屋敷の人間？まさか、そんな富豪に見えるかい？ガードマンのような雰囲気はあるけど。あいにく俺の職業はガードマンじゃない。何をおやりになってるのかしら。ラーメン屋の出前さ。ふん、懐に硬いものを忍ばせる出前持ちも男前だね。そう言いながらすり足で俺との間合いを調整する君も素敵だ。馬が合いそうね。なあ、このままだと恋焦がれてどちらかが怪我をするかもしれなくてよ。脅かすなよ。俺は臆病なんだ。ここでぶっ放すかもしれないぜ。そうすると中華街からおっかない連中が来るかもな。親をも殺しそうなその目がまたチャーミングだな。刑事？違うな。SS かしら。あいにくと。ヤクザ？近い。ジゴロ？男前。監察眼があり、ふてぶてしく、法に従わず、拳銃を釣って歩く人間というと、あと探偵しかいないわね。えらい言われようだが当たりだ。そう、あの屋敷の主を調べていたの？いや、通りかかっただけさ。もちろん信じないわ。信じてくれとは言わないが。なんだってあんな物騒な屋敷に入ろうとしていた？入る？何か勘違いをしてるわね。私はあそこで人を待っていただけ。よせよ。あそこへ入った物取りが防犯装置に殺されたって噂は知らんのか？知ってるよ。どういうつもりかわからんが、まだ若いミソラだ。自分の体を大切にだな。変な人ね、あなた。けど、いい男じゃない？よく言われる。しょってるわね。阿行さん、どこかで聞いたことがあるけど。割とよくある名前さ。それより君の名前の方が珍しい。伏せ姫だってらしいな。高飛車だと言いたいの？気品が漂ってる。褒め言葉かしら？無論さ。もうすぐ奴らの企みを暴けるというのに、
意外な伏兵がいたわね。愛の層、また別の機会に会ってみたいものね。おいおい、またあの屋敷の方へ向かったぞ。いなくなったか。さすが中華街は違うな。いろんな奴と出会える。おうぎょうではないか。冒頭を伸ばさんでくれ。しかしわからん。ない脳みそで何を考えている。何言ったか。真実を。アイドラーのクラス D 風情が捜査一課の鬼刑事に絡むとはな。じゃあな。ちょっと待て、アギョ。小さな女の子を見なかったか。これくらいか。俺では5センチではないか。そうではない、小さい年齢の女の子だ。お前の毒牙にかかる少女を紹介しろというのか。バカモン、人探しだ。税金泥棒も事件を追うのかい。猿お方の頼みでな。そんなことはどうでもいい。見つけたら報告くらいはしてやるぜ。なに、本当か。10代ぐらいの女の子らしい。容姿は。特徴は。強いて言えばあまり笑わないそうだ。容姿は分からず笑わない少女か。ざっと数万人はリストアップされるだろう。そこを念力で見つけ出すのが一流の探偵なので。探偵に必要なのは捜査に推理、結論と証拠だ。念力などは必要ない。ふん、さかしいことを言いおるな。少女を探し出せれば氷様よりたっぷりとしゃねえが。あわあわ、氷忘れてしまえ。西船橋のやつ、税金を無駄遣いして一体何をやってる。よそ見をしていて。いや、本当にすみま、あっ、痛い。ハイヒールの底が折れちゃったわ。あれ、君は。本当にごめんなさい。あ、ソーマー。
なぬ？あれ、お前もしかして綾木舞子か？あ、お前何やってんだ、そんな格好で。そんな格好って、いつもこうです。舞子だったのか。しかし一体なんでこんな少女趣味の格好。相馬さんとこんな場所で、来ないでって言ってあったのに。ほう、ふーん、へえ。なんでしょう。お前ってこういう趣味だったのか。これが私のナチュラルかつ自然な。はあ、なんでここへ来たんですか。俺の事務所もここにあるんだね。あ、そうだわ。相馬さんに報告しなくちゃいけないことがあって。報告？はい、ゴースト事件の続報です。聞こう。ゴースト事件をアイドラーが捜査しているのをどうも警察に知られているようです。盛んに情報開示を迫られているのです。アイドラーの機密保持は徹底されてるんじゃないのか。そのはずなんですが。で、俺のところへ来た時のなりは変装だったというわけか。なんでその話に戻るんですか。こっちが本題。さっきのはそれはさておき。相馬さんが知的な秘書タイプが趣味だとアイドラの方に伺ったものですから。趣味ってな、どうも誤解が広がってるようだな。いや、あながち誤解とも言えないのだが、それはともかく。はあ。俺に隠し事をしないと約束したよな。え、そうでしたっけ。約束したな。あー、もうそんなことだけ覚えていないでください。約束を破ったな。なんだか面白いぞ。約束を破れば、俺はこの件から手を引くとも言ってあったはずだ。いや、約束は破っていません。ほう、つまり今の姿は仮の姿であり、俺のところへ来るあのなりと言動がお前のナチュラルかつ自然な姿だと、こういうわけだな。うん、どうしてこうなっちゃうんですか。今のお前の姿は仮の姿で、あのスーツでエッチな秘書タイプがお前の真の姿。そうだな。はい。よし、それではその仮の姿でお前の事務所へ行ってみよっか。え？そんな
と困ります。他の子たちがまだいるんですから。困らない。お前が約束を破っていなければ何の問題もない。嫌です。いや一緒に行ってお前がどういう言動を俺の事務所でしてきたかをつぶさに報告してやろう。